では、ご花の天皇登場ということで、北畠水政を怒らせる事件ですよね。まずこれですよね。1425年に昭光天皇が重病になり、この時、この人は何回も重病になっては、医者がサジ投げて、もうダメだと。サジ投げて、この前にも一回死にかけてて、病状報告に来る帝子に対して、死んでから言えと。五小松は跳ねつけるシーンがあるんですが、で、この1425年の重病も、昭光天皇自身がもう死を覚悟して、せめて私の母親に、女院宣言を与えたいと。で、五小松が絶対反対だと言うんですが、足利義持が、まあ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 、天皇もそうおっしゃってることですから、昭光天皇のお母さんに、女院宣言やったらどうですか言うて、結局五小松も、まあ、義持が言うならしゃあねえな、つんで、女院宣言まで出したら、この頃、五小松義持で、伏見若宮、つまり、この人を皇位継承予定とするんですが、実はそれを皇位継承予定とした結果、数日後に、昭光天皇は、ケロッと治っちゃうんですね。これひどいもんで、ケロッと治っちゃって、で、診断は風邪。しかも、その後、こういうことが起こりますから、油断も隙もないと。貞房が呪ったからだと。ここで、スタッフ親王に問い合わせたらそのことやってないと。知らん知らんと。で、もっぺん尋問してみたら、いや、大覚寺殿やったような気がしますってわけで、結局まあ、この辺は、おそらく昭光天皇がこういうあたり、ものすごい神経を尖らしているのがわかります。3年後、昭光天皇が重体になります。小倉宮は出奔、小倉の、例の小倉宮が出奔してしまいます。まあ、そういう、ものすごく物々しい中、昭光天皇が崩御し、御花の天皇が遷宮するんですけども、これ実は私ちょっと気になることがありまして、義則と五小松の間の皇位継承のやりとりがちょっとちぐはぐで、要するに、この、御花の天皇戦争、結局、まあ、絵描いたんは義則なんですけども、まあ、これがある以上は、この約束がある以上は当然、伏見若宮の宮柄を確保した上で、御南町に奪われないように、都合でしっかりと警護して、まあ、若王子から五小松まで持っていくという形なんですが、その時に五小松の反応がちょっとなんか芳しくないんですよね。いや、体の調子が悪いからちょっと会われへんから書面で出せと。いきなり言うたら、今度吉典が、物読みに服している果汁寺でなりに、持っていかせると。だから直接出せないんでとか、そういういろんなことを経て、やるんですけども、どうも私は睨んでるのは、五小松はこちらにつけるぐらいやったら、先ほどの木寺の宮とか、時和の宮に考えたんちゃうかなと。これ、江戸時代の記録なんですが、一休宗純が、五小松が一休に対して、お前が我の天皇ついてくれと言ったときに、時和木や、木寺の、小杖積み捨てよ、竹を継ぐその、そのは伏見にとか、そういう短歌を読んで、いさめたらしくて。で、これは自分ではなくて、伏見の名言継がせなさいと、いうふうに、まあ、解釈されるんですけども、いや、どう考えても木寺、時和が出てきてるんだから、おそらく五小松は木寺、時和で名前を言ったんだって、多分一休では迷ってないはず。でなければ、時和や、時和木や木寺の小杖積み捨てよなんていうことは言わないはずであって、五小松は、時和あるいは木寺、こういった、三宅などの中から後継者を選ぼうした。というのは、これは、復活、昭光天皇が復帰した段階でこの話はなくなっているというふうに五小松は判断したはずであって、義則はこれが生きていると判断したと。その辺のズレなのかなと思うんですね。で、いずれにせよ、小倉宮は多分上がってこないはずであって、これは後に、御松陰の宮の中でも、小倉宮と一緒に死んといてくれというふうな発言がなされてるんで、御松陰の宮サイドからは、小倉宮と俺らを一緒にするなと。あいつらは裏切り者だと。俺らはちゃんと室町幕府に忠義を尽くしてきたと。室町幕府をいじめに忠義を尽くしてきたと。あいつらは裏切り者だと。あんな羽門と一緒にするなと。いう考えがあったみたいで、この辺も一枚岩とはちょっと言いづらいところがあると。その結果が、これですね。
第2次北畠光政の乱。で、北畠光政はこの時戦死します。これは結局、あれですよね、あの、伊勢守護に新たに、伊勢守護を一回取り上げられて、で、伊勢守護を、まあ、吉典から返してもらった家康持頼をものすごく張り切ったという側面があると思います。この家康持頼さんは、あれですよね、五穀松の女官に手を出して、伊勢守護をクビになったという、まあ、不名誉な男ではあります。ところが、吉典からその罪を許されて、北畠光政さんを潰しをお前に任せると。ふうに言うて、伊勢守護に復帰させると。いうことで、まあ、ものすごい根性入ってます。で、吉典のもとで、南方一騎流断絶されるべしと。北畠光政の乱の後、しばらく放置されるんですけども、やがて、まあ、彼らは復帰してきます。あの、京都に帰ってきます。で、小倉宮の帰京とともに、あの、直ちに断絶策が取られていくと。だから、これ結局、まあ、吉典としては、北畠を、残す代わりに、お前のところにいる小倉宮は、身柄をこちらに引き渡せと。で、あの、断絶策。後継者は、の若宮は、加重寺に入した上で、名前を一時配慮して、門跡として入れると。で、最終的に小倉宮も、南禅寺122世の開門上長を会費として出家すると。やがて、あの、吉典は御松陰宮家についても取り潰しを検討します。まず考えたのは市政の検討です。ただ、御松陰宮家に使ったあの実春が、御松陰宮と小倉宮を一緒にしてもらったら困りますなと。うちはどんだけ室町幕府に忠義を尽くしてると思ってるんですかと。だから、我々は、あの、室町幕府のために役に立ちたいんで、あの、そういうふうに潰してくれるな、というふうに反対した結果、この姿勢は、あの、取りやめになりますが、五穀松が亡くなった後、結局、吉典は御松陰宮家の取り潰しを決定します。王子二人を開門上長と宝山賢鎮の二人に預けて出家させると。まあ、前奏と出家させると。これは通蔵巣と混蔵巣ですね。この御松陰宮家の所領及び御松陰宮家に仕えてたあの実春らの貴族は御花園天皇に引き渡すという形で、あの、これ御花園天皇の力を確立させるために御松陰宮家を取り潰したんでしょうけども、玉川の宮の盆中盆章、これは後の記録であるんですけども、まあ、おそらくは玉川の宮家の盆中盆章、まあ、南朝系の人間が出家させられている。で、この題目に掲げた南方一流断絶さるべしっていうのは、この御松陰宮家取り潰しの時に言われる言葉です。あの、小倉宮じゃないんですよね。小倉宮も取り潰しなんでって、要するに、世襲宮家として生き残ってる御松陰宮家をもう一気に取り潰すと。これはまあ、あの、御松陰宮家の当主であった夜明王が亡くなったことが一つのキーポイントになってきます。あの、彼が、二人の子供を残して亡くなった時にどう処理するかで、当初は死生というソフトランディング、後にはもう取り潰して出家させるというハードランディングに行きます。そういう中で、可決の乱が起こります。あと、まあ、吉典の暗殺。実際これ、光助は死ぬつもりやったんで、十分な準備を、してません。あの、要するに、吉典暗殺したと自分も死ぬつもりやったんですが、誰も自分を殺しに来ないんで、あ、俺生き残ったんやったら、あの、ちょっと粘ってみるか、と言って、結局、中国地方に落ち延びていた足利義隆の擁立に留まってます。関門日記には、県大家だかな、には、小倉宮擁立の噂があったんですけども、まあ実際にはこれ無関係でした。つか、あの、細川元幸もそこまで、あの、間抜けじゃありません。おそらく小倉宮の周りにもきっちりと、ご付けたはずであって、足利将軍家関係は基本的に、あの、京都にいた連中みんなこう、がっちりと、細川元幸は確保してます。ただ、中国地方にいた、あの、ただ冬の孫は無理やと。ただ冬の子供って結構、あの、宝山賢鎮をはじめ、お寺にいますし、義継の息子もお寺に入ってますし、まあ、その辺、みんな一応確保してます。で、まあ、御花園天皇の臨時で討伐されるということで、赤松家は御花園によって取り潰されるという名目になります。で、その結果起こったのが、金欠の変なんですが、まだこの金欠の変だけで結構長くなると思うんで、一旦ここで話をちょっとしたいと思います。
取り潰すというのは、要するに、みんな出家させてしまって、子孫ができないようにすればいいということなんですね。そうですね。世襲宮家の崩壊ですね。世襲をやらせないと。通蔵宗とか、金蔵宗とかいうのは、どうしてお寺にいるんかと思ったら、そういうことなんですね。取り潰しですね、はい。もうこの代で終わりにすると。で、この代までは、じゃあ、お寺でしかるべき地位につけてあげようということ。そうですね。典型の例はこの人ですね。宝山献鎮っていうのはもう典型的なそのパターンですね。この人はあの録音総録ですわ。だからまあ禅宗のトップですね。この宝山献鎮。それがこの人は南禅寺のトップですから。だからまあそういう、まあ何らかのトップ。ちょっと名前忘れたんですけども、長慶天皇の皇子、2、3人ほど、2人ほどご寺僧にも変わってますし、将軍家の吉典のご児相にも長兄の王子とか変わってますから、まあ、そういうふうに非常に高層に取り立てる。おそらく教尊も金欠の変がなかったら、波住寺門跡のトップにつけたんやろうなとか。金蔵寺、この辺の人たち、じゃあ、おとなしくしてて、お寺のトップでは不満なんですか？これが難しいところであって、これずつのポイントは、この宮家のこれに付属する所領があって、この所領中核として、そこにいろんな人間がたかってるんで、おそらく、これからは多分まだ小さい、10歳前後の子供なんですよ。小さい子供というよりは、その周りの人間がどう考えるかですよね。だからそういう意味では、吉典はその辺は、例えばこの実治に関しては、御花園に直接もう使えるように、食いぶちは保証すると。むしろこんな落ち目の宮じゃなくて、天皇に使えると。いう形にしてるんで、まあ、その辺は、取り潰し言うても、お前らの面倒は、天皇が直々に見るという形にしてるんで、ただ、最終的に問題は、彼らを担ぎ出す奴らがおると。いうことが一つのポイントでございます。彼らに関して言うと。今風で言うと、会社の坊ちゃんたちは別にして、従業員たちをしかるべきところに世話してあげると。いうことで、吉野家はこれ、ね、そのまま実際に取り潰しちゃって、知らんつうケースも当然あるんですが。まあ、できれば将軍の院の宮家に関係して食べてる人たちをしかるべき仕事を紹介してあげれば、まあ、それでいい彼だろうらと。いいだろう。あとはその子供たち2人、これをどこかに持って行って、しかるべき待遇をあげれば、円満に一つの家が消えると。これなんかも典型しそうですね。この小倉の宮なんか結局、教尊を過重寺入社させるつう形で、で、小倉の宮は、まあ、出家したんですが、これはか、どうも生活に窮したからやったみたいですが、もう後継者なくなったし。で、おそらく最終的に、小倉の宮に関しても、その家の記録を御花園天皇に献上してるんで、小倉の宮家に伝わったいろんなものを御花園に献上するのと引き換えに、多分経済援助を受けてるんですね、あれ。子供いなくなるから。だけど、まあ、この子供たちには血縁的な価値があるので、担ぎ出そうとする人が出てくると。世襲の、日本史ですよね。なんとも言えないが、もう読んでたんでなんとも言えませんが、ちょっと話題になってた。これでじゃあ、五男長兄の家はきれいに消えてしまうということだったわけですか。消えてしまうはずなんですよ、ここで。消えてしまうはずだったんですね。足利義教からすると。面白いのは、後光厳流の、人間かな、明神発心のを募るんですわ。名前が微妙にややこしいんで、必ずこれつけないと、今の上皇としなっちゃうんで、明人ということで、今度は明神です。明神発心のが追放された時に、寿命に伝った明神保身の方が吉典の圧力に耐えかねて、逃亡するときに一緒に逃亡したのが教尊なんですね。で、吉典は教尊に関しては、過重寺に戻ってきてくれというふうに交渉して、戻らされて、こちらは結局戻ってこなかったと。で、この明神保身の後釜が、皇室天皇関係者がいなくなっちゃって、ガチでいなくなっちゃって、で、伏見の宮家に、誰か、明神保身の後探してんだけども、誰かいませんか？言うて、吉典が訪ねてきたんやけども、
あいにく伏見の宮家は子供が2人しかいなくて、男の子が2人しかいなくて、1人が天皇で、もう1人が親王家を継ぐんで、あ、無理っすって、いうことで、じゃあしゃあないから徳大寺家の人間、頑張ってらしいから徳大寺家の人間に継がせるかと吉典は言うんですけども、忠房はそれで非常に残念であるというふうに言ってて、まあ結構人間が少なくなってるのは事実ですよね。で、そういうことがちょぼちょぼあります。で、この五男長になる人たちをきれいにしまおうという計画は、まあ、うん、まあうまくいきましたね。実行されてたわけですね。はい、うん、金欠の変ですけども、御松陰の宮の2人、それから日野有光、それから山名持豊、細川勝元、この辺が共謀したとされてます。で、この辺に関してはちょっとこういう感じにしておいていただきますが、定房親王が書いてるだけなんで、ただ可能性としては彼らが七個の家で関わった可能性はあると思います。で、御松陰の宮、それから、日野有光、彼らの共謀による三種の神器奪取事件です。これは結局御法の天皇の臨時畠山持国を受けて、畠山持国が命令を出して、三門施設御松陰健全という人間が奮戦した結果、御松陰宮の一人は戦死、一人は虎耳になり、日野有光は戦死、それから日野有光の息子は、畠山持国によって捕らえられて処刑、教尊は、流罪となって、沖の島に流罪なんですが、途中で姿を消しているということで、おそらく処刑、暗殺。御所井宮の金蔵巣が捕らえられて、通蔵巣、金蔵巣は死んだかな。で、通蔵巣が捕らえられて、四国に流されたんですけども、これは摂津の国で処刑という形で、あっという間に鎮圧されると。ただ、八坂二の勾玉が持ち去られてしまうんですよね。楠木の剣は返却されていると。清水寺に手紙をつけて放置してたみたいです。いろんな本で言ってみても、鏡については何も書いてないんですけども、八田の鏡については書いてないんですけども、これは実は、屋敷を警備していた黒田と、それから、扇町三条の、青侍が保護していたようで、心境はおそらく別に方向衆の黒田と扇町三条家が保護してたんですが、勾玉と楠木の剣は女官が持ち出そうとして奪われたんです。ポイントは、この日野有光はなぜ御南町に手を貸したのかなんですね。なぜ御南町に手を貸したのか。いや、だって、いや、この人、御南町と全く接点ないんですよ。日野だからというのは関係ないし、さらに言えば、日野津も別に関係ないし、むしろ御南町から遠い人間です。つまり彼は、商工の外籍なんですよね。商工の外籍であり、商工天皇の、連氏、要するに関係者というふうに見られています。書いてあります。だから、日野有光はなぜ御南町に手を貸したのか。で、これに関して分かりやすいのは、ただ、有光自身は、義持の時代に出家をさせられた上に、義典の時代に、能登の国の和歌山の将という荘園を取り上げられていて、この和歌山の能登の国の荘園がなぜ重要か言いますか、この能登の国の和歌山の将の荘園の権利を持ってるやつが日野中納言を名乗るんですよ。と、日野有光はその能登の国の荘園を取り上げられて、日野中納言通名跡をライバルの広橋家に取られちゃうと。だからそれで吉典を恨んでいたのはあるんですよね。ただ、これ実は重要なポイントなんですけども、そういった一連の処理っていうのは、実は細川持之が吉典が死んだ時に全部ひっくり返してるんですね。ってことは、日野有光自身は、もうすでに室町幕府に対して感謝こそすれ、恨みが出るはずがないんですよ。だからこの日野有光が、吉典にめちゃいじめられたから、切れて御南町に手を貸すっていうのは、話としておかしい。吉典はもう死んでいる。いや、これ吉典が生きてる時にやったらそれだなんですけども、吉典が死んでからやってるんだから、日野有光に関して言えば御南町と組むあれっつうのはあんまりない。これむしろ御南町というのはこの御松陰の宮、御南町といってもポイントは小倉の宮でなく御松陰の宮であるっつうここなんですよね。要するに新、もともと新室町幕府派だった
はずの御松陰の宮。結構いろんな宮家が、あの、幕末の庇護下に入ってる。あの、大覚寺との連中は結局残ってきたのは、幕末が結構、彼らを保護してきたからであって、まあ、その保護してきた理由というのは結局、彼らに要求されてるのは、世襲宮家として、あの、天皇を取り囲む世襲宮家として存続して、あの、定期的にこういう、あの、まあ、門跡の僧侶を出して天皇の身の回りを固めていくと。で、あの、そういった彼らが天皇家ご自僧として、まあ、あの、天皇を法力で守っていくという、そういうことが、まあ、想定されてるわけですが、おそらく御松陰の宮家っていうのも、そういう意味では、幕末によって生かされてきたところがあるんじゃないかと。で、幕末が死んだ途端にお取り潰しになっちゃってますから、まあ、おそらく御松陰の宮、日の有光、あの、いずれも、日の有光は明らかにこの昭光天皇の連氏である。つまり、五光厳と最も対立してきた四光流に対する反発があったんじゃないかなと私はちょっと考えていて、あの、これはあの、田村渉さんという人が、あの、金欠編と日の有光という論文で書いてあって、日本歴史の。私もそれは全くおっしゃる通り、であって、まあ、日の有光というのは昭光の関係者としてやってるだろうと。で、私はこの御松陰の宮ももしかしたら、五光松系の庇護下に入っていた。要するに、ここでは、あの、この金欠の変っていうのは、五男長による行為を回復する運動であるとも言われているけども、いや、それじゃないんじゃないかと。もともとは、だから、あの、もし行為継承がどうたらこうたらやったら、あの、これ返したりせんやろと。これ返したりせんやろと。で、あの、これ取れなかった段階でもうおしまいやし、実は、御花図の周辺で死んだやつが、あの、戦死したやつがいないんですよね、あれ。だから、御花図の傷つけるつもりもなかった。ただ、御花図のサイドは、おそらく自分、俺死ぬかもしれんと思って、あの、祭祀の注意を払いながら逃げていったんですが、あの、実際は、おそらく御花図の殺すつもりもなかったし、三種の神器も、結局、一番持ちやすい、これだけは持っていかれたんですけども、これ、行為を奪うつもりだったら、あの、おそらくこれを掘っていくことはしなかったんですね。まあ、これが取れなかった段階で、縁だったのかもしれませんけども、少なくとも、おそらく御松陰の宮家、と日の有光の考えつうのはこれを奪った上で御松陰の宮の宮家の復活これを求めたんじゃないかなと私は考えたいなというふうに思っております。だから五男長即皇位の継承あの皇位を求める領土手すり図を求めるそういうふうに捉えるべきではないんじゃないかなと。で問題はこれを交渉の余地を与えずに、御花図の天皇が臨時を出して、三門施設御松陰健全が武力でガチッと潰してしまった結果、話が過激化、あの、残った連中が過激化していったんじゃないかなという気はしています。でちなみに、前、あの、何回か言ってますが、この御松陰健全がなぜ動員されたかと言いますと、この御松陰の宮、名前がしますね、これ。これつまり、この御松陰というのは、この御松陰としてです。で、この御松陰の宮の、宮御の由来というのは、この御松陰の庇護下にあったからです。だから、御松陰の宮家は、があの、比叡山に逃げたのは、当然、この御松陰健全を頼ったからです。ただ、この御松陰健全は、御花殿の言うことを聞いて、これを潰しに行ったと。徹底的に、潰したと。で、そうなると、まあ、潰された方、生き残った方、生き残った連中は、まあ、おそらく先鋭化したんじゃないかな、というふうに思っております。神事の行方。翌年ですね。翌年、神月宮恩部類。これ、あの、後村上の、末の息子の、あれですけど、あの、神月宮の後部類が挙兵したという報告が上がっています。これはそれ以上わからないんですけども、重要なのはここですね。1147年、紀伊の国で御松陰の宮というふうに書かれた人間の首が京都に届けられていると。で、この時、この首っていうのは、一応、あの、皇族として処理されてるんで、実際に多分皇族だったんだろうと。当時、この年代で残っていそうな人間っていうのは、御松陰の宮家の早く亡くなっちゃったんで、あの、息子二人が出家させられた、この弱吉王の弟にあたる、円満の宮という人間がおるんですが、この人の首ではないかと。この円満の宮、実は兄弟で殺し合いしてまして、もう一人の兄弟と殺し合いしてまして、
この円満の宮がもう一人の人間を刺し殺すという事件を起こしています。若い頃に。まあ、で、結構物騒な事件を起こしてるんだけど、この円満院の宮の、首ではないかという話があります。おそらく、神事は従って、こういった紀伊の国とその方に回っていったんだろうと。で、ここでのポイントは、御所院の宮関係者が敵に回っていると。結局、義則の取り潰し策は失敗に終わったんですね。成功するかと思われたんですが、失敗に終わったと。まあ、ある意味やりすぎた。で、おそらく、それが強固な敵に回ったのは、私は、献血の変におけるご花殿の強行策が、まあ、ご花殿の、あるいはご伏見の宮の強行策、これが、まあ、裏目に出たのかもしれないなというふうには思っております。ということは、これ、献血の変というのは、御所院の宮家の復活運動だということだと思います。南朝による行為復活運動というふうにまあ把握されるんだけども、それではちょっとわからんこと多すぎるなと思うんですよね。さあ現実的じゃない。あまりにも。じゃあこの神器を奪って、これをもとに交渉するわけですか。うん。だから、マガタマだけでいいんですよ。一番持ちやすいマガタマでいいんですよ。だから、クスナギの剣を持っていけないんですよね。揃ってないと困るでしょ、と。しようとしたのに、もう、聞く身持てない、ご飯の殿は。それが2行目のとこですか。これですね、うん。聞く身持てないと。だから、今度はこのマガタマ持ったままどっか行っちゃったんですか。そう、そうじゃないかと思います。本来はこれを返して、条件闘争する気やったと。いう気がします、私は。あくまで私の意見なんですけども、条件闘争したんじゃないかなと。まあ、リアリティ長すぎるんですよね、通説である皇位継承を目指した運動としては。三種の神器も取れてないし、御所院の宮を出家して長いし、しかも御所院の宮ですからね、小倉の宮じゃなくて。しかも、実春は参加してないんですよ、これには。うん。そこもポイントです。日の有光なんですよ。うん。実春さんは参加しません。もうご飯の像に。この献血の変で、あれなんですよね、ご飯の像と、甘露寺近長と、土地末春の3人で逃げ出すんですが、甘露寺近長が、敵なが取り残されるんですよ。で、末春と2人だけで逃げるんですけども、近長死にませんからね、結局。近長教育書いてるぐらいですから。敵なが1人で取り残されても死ななかったということは、多分、危害加えられてはなかったんでしょうね。ご飯の像は、正すのも知らんから、とにかく細心の注意を払って、生死すら明らかにさせんまま、この江家の屋敷に入った段階で初めて、俺生きてるぞ、というふうに発表するんですね。あっちこっちの屋敷を渡り歩きながら。最初はとりあえず近い浦辻家に入って、大木町家に入って、そこから広橋家に移って、で、その時にしかも徒歩で逃げるという。腰を用意しながら、腰襲撃されても大丈夫なように。だからこれ多分ご飯の像は大学的に分かってないし。山の法師というと、細川和元。はい。この人たちが絡んでくるという説が出てくるのはなんでなんですか？いや、関門日記にそう書いてあるからです。山名細川が参加してると。首謀者の名前がザーとかであって、御所院の宮の連中、日野有光、それから山名細川。彼らが共謀していると。事件が起こった当時は、これ何狙ってるんやということは分からなかったんですか？多分誰が参加してるかも分かってなかったんちゃうかな。ご花殿にしてみりゃ。その直前からなんか浪人がいっぱい入り込んできているのと、それから山の細川が兵隊をいっぱい集めてるっていうのは情報入ってるんだね。だから畠山持国はこれをもしかしたら室町幕府を襲撃する、室町幕府というか当時室町幕府の、次期後継である、三春という人物、後の吉政ですが、三春が、カラスマル殿におると。このカラスマル殿を襲撃するんじゃないかと思って、持ち国はこのカラスマル殿を固めるんですよ。で、これが裏目でたんですね。で、やられたのが代理と。だから代理の警備はかなり手薄だったと言われています。関門日記によるとかなり手薄だったと。ご飯としては驚いたわけですね。自分も。おそらく驚いてます。びっくりしてる。そこに乱入してきたわけだから。そうそう。
で、人数が200人、数百人レベルというふうに、中原康富の記録では数百人と書いてありますから、おそらくそうなんでしょう。多いですね。多いです。関門日記を見ると数十人です。これは、関門日記の記録があれなんですよ。ご飯の図のそばについていて、ご飯の図の収益のシーンを、ご飯の図が収益されて、そのままどっかに消えていってしまったところを見た、ご飯の図のウバ、うちの人と言われている、このウバの報告に載ってます、によってますから。だからまあ、彼女の見た範囲なんで、数日後に、入った情報によると、200人から、200人からの人数ってみたいです。で、ご飯の図のはこれは、無条件に取り締まるしかないと。それはまあ実際に、まあ、ご飯の立場からしたらそう見えそうなるでしょうね。自分を襲われてますからね。うん。ご飯のは自分の元取りを切り落として、髪をダンバラにして、カンブリスって髪バラダムにして、女物吹き物かぶって逃げたんです、あれ。天皇は化粧してますから、そうやって多分髪の毛バー切って、ダンバラにして、女物ひかぶったら多分女に見えるんでしょうね。あ、そうね。当時の人みんな化粧してますもんね。あれね、どうもね、うん、あぶて真っ白にして、こうやって、眉こうやってつけてんのって、多分天皇、それも三条西実忠が書いてるんですけども、ごつき帝天皇って40歳でそれやめちゃったと。なんということだと。ご飯の天皇は43歳までちゃんとやったぞと。で、43歳ってのは結局ご飯の天皇が上位したわけじゃないですね。天皇はこうつけるけども、上皇になったらそういうことは多分やめたんでしょうね、あれ。現在残ってるご飯の顔も化粧してませんから、多分あれ上皇になってからの顔ですよね。あ、それでは多分若い天皇というのはそういう化粧したような顔してるんですね。そうですね。二条天皇なんか偉い。偉い。彼は多分本物の帝王ですから、ちゃんと帝王ら、天皇らしくこう真っ白塗って、多分かなり気合いだったんじゃないかな。彼はまさに言葉の流れを継ぐ小刀の帝王ですから。うん。確かに女性と見間違うような絵が残ってますね。うん。で、これ結果的には失敗に終わったわけですね。この。終わりましたね。うん。小松陰さんと日野有さん、日野有さんの目標は。で、この二人は処分されちゃったんですか？うん、日野有は戦死します。で、小松陰の宮の一人は一緒に戦死します。その場で殺されるっていうか、戦闘の中で、ね、殺されて、捕まったもう一人の御所員の宮のもう一人は暗殺されます。で、気の毒なのは、有光の息子の、スケチカですね。ご飯の図のストッキーなんですよ、彼は。クロードで。三義のクロードで、出世ルートに乗っかってたのに、この事件で結局取られなさ、彼逃亡してないんですよね。定札親王はもちろんこいつも仲間だ言うて言ってるんですけども、中原康富は気の毒にと言ってるんで、おそらく彼は無罪だったんでしょう。無実だったんでしょうね。あと、それからもう一つ、この有光の娘って、ご飯のに使えてる女官の、トップなんですよ。だから、有光はこんなことせんかったら、娘、まあ、もともとは将校に使えてたんで、将校からスライドしてる五の大納言天智なんで、別にご飯の図の血を分けただけじゃないんですが、ご飯の図の元の女官のリーダーとして、ケチカはご飯の図の側近として、本当は豊かな老後が有光には待ったはずなんですね。なんでこんなことしちゃったんだろうと。だから多分彼は死ぬつもりはなかったと思うんですよ。そんなひどい目に遭うという多分、根性も多分なかったんちゃうかな。あまりにも有光にとってマイナスしかないという。うまくいったとしても、あんまり、プラスになりそうもないですね。そう、多分だから彼はマイナスになるとは考えられたのじゃ、このディールあまりにも効率悪すぎますよね。そうですね。売ってるもんが多すぎますよね、これ。結果論なんだけど、有光はあまりにも何したかったんだろうと。で、一番下のそのなぜ手を貸したのかということに対する合理的説明というのはないんですか？うん、結局、五難聴というよりは、五公言、結局、避難所を求めていたのは、おそらくは、これ、まあ、田村渡さんのあれなんですけども、あれ見積もってたのは、実は難聴の復活じゃなくて、おそらく、五公言流を守ることだったんでしょうね。
で、実はこの直前にちょっと気になる記事があって、貞房親王が、この直前に書いてるんですよね。この金欠の変の直前に、そのうちに、まあ私の世の先導のこと、だから私の先行きについて、ついに天皇が OK、ゴーサインを出した。まず、貞常親王の親王宣言と元服の後に世の先導。要するに私の先行き。これはおそらくは、尊号やと思うんですよ。太上天皇の尊号について、天皇からゴーサインが出たという話があった、あって、数ヶ月後にこの金欠が起こるんですね。ということは、おそらく、日の有光としては、これの問題があったんじゃないかと思います。で、これは、実は、後駒松が遺言で禁じてたことなんです。貞房親王に尊号を与えるんだというのは、後駒松の遺言なんですね。だから、有光としては、後駒松の遺言を守らせるための行動だったんじゃないかなと。後駒言流ですけど、はい。後駒松亡くなった時点で子供たちさっき亡くなってますよね。はい。後駒言流を守ると言っても、結局後花園が一応後駒松の有志なんですよ。そうですね。うん。うん。だから後駒松は貞房親王の父親にするなと。あいつは父親でも何でもないと。要するに後花園と貞房の関係切れてるんだと。いうことがあるわけですよ。で、後駒松自身が手紙に書いてるんですけども。この尊号宣言をやると、後駒言流は断絶する。というふうに後駒松は書いてるんですね。貞房親王が後花園の父親ということにしてはいけないと。後駒松が、仏事はどっちをするんですかとかいう話してましたね。はい。後花園は後駒言の方の仏事するんか。うん。富士宮の系統の仏事するんかという。そういうようなことで、後駒言流の法を守りたいというんですね、この日野有光さんは。そうです。これ、牧野晃司時房もこの尊号宣言を最後まで反対続けますから、この尊号宣言は一つの大きなポイントだったと思うんですね。結局、この金欠の変の結果、だいぶ遅れますからね。まあ、うまくいっていれば、尊号宣言をさらに止めてしまうとか、そういうことまでできたかもしれないと。うん、おそらく、日の有光のゴールはそこやったんちゃうかなと思います。まあ、最終的には日の有光のゴールは多分そこ、尊号宣言を止めてもらう。わかりにくいのは、天皇はもう後花園しかないわけですよね。もう人がいないんだから。そう。びっくりするぐらい人じゃないです。で、ここはもう変えられない。この人で行くしかない。ということで、古今流の仏事とか尊号宣言とか、そのあたりを後古今流のペースでやりたいわけですね。そうですね。富士見の宮系のペースには持っていきたくないと。うん。うん。かなり知識ないと分かんないですね。五駒松から五花園に移る時の経緯をきちっと理解していて、その時に五駒松が何考えてたんかというと知らないと、これ何言えるんやと。うん。皇位継承とかね、そういう華々しい話ではないので。そうですね。結局そこなんだろうな。だからその辺全部すっ飛ばしてパッと見ると、五段長が天皇を襲った。臨業があった。これは年段長より皇位回復だというふうに、まあ見えるかなと。多分そうじゃないんだぜ、ということを多分、田村さんは言ったんじゃないかなと。田村渡さん。日本の歴史の何語やったかに書いてありますけども。でだけ日の有光が参加する動機はわからないです。でこれやったら確かに日の有光が参加するときで分かるんですよ。分かりますね。そういう説明を。ここまで聞けば、なるほどと。さて、どうですか。もうあと時間少ししかないですけど、もう少し行きますか。もう少し行きますか。赤松は出しとかないと。赤松、赤松、はい。赤松は出しとかないと。